二つ目の願いも叶えた。さあ、最後の願いを言うがいい。叶えたって言いないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから、どこかの場所に。ここへ来て欲しかったのですか？そんな。はあ！どう？貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ！愚か者め、フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って。願いは3つまで叶うんです。まだ一つ叶える願いが。バカ、喋るな。そいつを聞いて安心したぜ。さあ、この俺を不老不死にしろ。フリーザーもそこまで来ているぞ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デデ、そいつの願いを叶えてやれ。悔しいが、それしか今のピンチをしのぐ方法はない。わかりました。よし、それでいいんだ。これでフリーザに俺を殺すことはできん。今は無理でもそのうち倒せる。では。なぜ竜が消え、ドラゴンボールがあんな石に。最長老様が亡くなられたのです。最長老様にとうとう寿命が。なんだと。俺の不老不死はどうすんだ。それは。フリーザ。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。ギニュー特戦隊の反応がありませんね。あなたたちが殺したんですか？どうやったのかは知りませんが、これはちょっと意外でしたよ。それにしても、あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さんかもしれないな。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。そんな。なんて敵だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどんと上がっている。しかもチビの方はまだ底力を秘めてやがる。そしてこの俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。よくそんな大ボラが吹けますね、スーパーサイヤ人などと。大ボラなんかではない、確信だ。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身？変身って何だってんだよ、ベジータ。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。
カムフラージュのためや平常時に余計なエネルギーを消耗させんためにな。私の場合は違いますよ。パワーがありすぎて自分でもうまくコントロールできないからです。なんだって。恐れるな、ハッタリだ。そこまでは変わらん。そうでしょうか。サイヤ人の住む惑星ベジータを攻め込んだ時、王と戦った場合も全く変身する必要もなく勝ってしまいましたからね。ベジータさん、あなたのお父さんも大したことありませんでしたね。チッ、そんなことでいい気になるなよ。俺は王の力などガキの頃にもう超えていたんだ。サイヤ人の星はあいつに滅ぼされたのか。さあ変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せやがれ。いいだろう。そこまで死にたいのなら見せてやろう。よく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。敵だ。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。何？バッ！情けない面だぞ、ベジータ。どうやらここまで強くなってしまうとは想像外だったらしいな。おのれ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。決めた。クリリンさん、よくもクリリンさんを。あいつを助ける。無駄だ、すぐ死ぬ。クリリンさん助けなきゃ。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。ちくしょう。俺たちの考えは相当に甘かったらしいな。でかい木がさらにバカでかくなった。いよいよフリーザってのが動き出したか。かすかな気を感じる。